復興庁の幹部職員がツイッターで不適切な言動をいたしました。現在事実関係は調査中だけど、公民にあるまじき不適切な言動であり、内閣の方針とは全く異なる。このことが復興庁に対する被災地そして国民の皆様の信頼を損なうことになりかねない。大事なのは、私は復興にあたって国民の皆様、被災地の皆様だとの信頼だと思う。被災地の皆さんに寄り添って、真心を原点に誠心誠意、これからも復興に向けて気持ちを新たに取り組んでもらいたい。以上で終了いたします。復興庁幹部職員がツイッターで不適切な発言をした件については、昨日夕刻谷副大臣が記者会見したところでありますが、私からもお詫びを申し上げます。本件については、現在事実関係などの確認を急がせているところでありますが、発言の内容自体が特に復興を担当する幹部職員としてあるまじき不適切なものであると考えております。内閣の方針とは全く異なります。本件については、被災地をはじめとする関係者の方々に対し深くお詫びを申し上げます。民有の幹部ですけれども、謝ること、説明することは考えていけないと思いますけれども、地元への説明はどのようにされますでしょうか。地元の説明は、今日午後に岡本統括官が福島県に訪問をいたしてお邪魔をして、お詫びを申し上げたいと思います。そして私も今、お詫びを申し上げましたが、特に被災地の皆様の信頼を損ねるような今回の行為に対して、改めて深くお詫びを申し上げます。水野さんの件なんですけれども、昨日日弁連から異例の早さで会長声明が出たんですが、その声明の中で、この子ども被災者支援法の担当について、個人ではなくてその組織を作って当たるようにというような要請が出ております。どのように検討されるのかされないのか。復興庁の仕事を含めて、それぞれのさまざまなテーマがあります。それぞれのテーマについては、それぞれ、担当参事官はじめ、担当がいるわけですけど、復興庁は要は常に復興庁を挙げて仕事をしておりますので、子ども被災者支援法についても事務次官統括官以下、私が先頭に立ってやっておりますので、これは、それぞれの政策テーマしっかりと、復興庁は特にそうですけど、プロジェクトチーム方式的にやっておりますので、しっかりと体制を固めてやっていきたいと思います。昨日岡本統括官はこの支援法に関してはちょっと長引いているというようなお話もありました。この支援法というのは、いわゆるチェルノブイリ法というのをモデルにしていて、非常に長いイメージがあるかと思うんですけれども、この復興庁で当たっていくに際して、統括官がおっしゃったように長引いているという印象なのか、あるいは非常に長いスパンで取り組むものだというふうに捉えているのか、それについてもお聞きできればと思っています。これから子ども被災者支援法については、私も就任以来、一定の占領政策支援地域についての一定の占領の問題、これについては放射能の健康に与える影響に関わるものなので、これは専門的、科学的、国際的知見も含めて、対応しなければならない。その意味でその検討は今並行して進めておりますが、それを待っていては具体的な政策が遅れますから、ですからその政策支援地域を設定することを待つのではなくて、具体的な政策はどんどん進める。その意味で3月に子ども被災者支援法の趣旨を対した政策パッケージを、これは当然予算も
ついております。この時点で必要なペッパッケージをまとめたところであります。いずれにしても、基本方針も、今検討作業中ですが、できるだけ早くまとめていきたいと思います。基本方針が1年間、作られていないというのは、これはひとえに復興庁あるいは復興大臣としての責任あると、そういうふうにお考えですか？中身を十分に考えていただきたいと思います。基本方針の法律あのように書かれておりますが、何が難しいか、これは避難指示した地域は20ミリシーベルト以上で避難指示を出している、そしてそれに準じた地域として自主避難の方もおられるわけですが、その政策支援地域という概念について空間放射線量が20ミリシーベルト未満であって一定の基準以上と、で一定の基準についてはあの時の国会の立法過程でもさまざまな議論があって、結果的には一定の基準ということで、政府に委ねられました。でその一定の基準については、放射線量が健康に与える影響という科学的専門的技術的な極めて大きなテーマですから、これについて実は私が大臣に就任した時もそこは詰まっていなかったですから、それをその考え方を科学的技術的専門的な知見を含めて、検討するということと、それを待ってたのでは施策が進まないので、実際に具体的にある施策はそれぞれの各省庁からのと議論をして、具体的な政策パッケージとしてお示しをしました。そしてさらに自主避難者のための高速道路無料化の問題、これもさまざまな要請がありました。これについてもその政策を拡充して我々連休前に取り組みました。国交庁のですね、ホームページの所管法令があるんですが、あの中に支援法の項目がないんですけれども、あれは要するに国交庁としては、所管法令として支援法を考えていないということなのか。子ども被災者支援法には、主務大臣が書かれておりません。普通、通常の法律であれば、必ず主務大臣が書かれてある。残念ながら、どこにも主務大臣が書かれておりません。ですから復興庁が所管する法律として掲げてないんだと私は思います。ただ復興庁は全体の復興に関する総合調整をやっているので、基本方針についてはそれぞれの条文ごとに所管がありますが、具体的な施策については基本方針については復興庁が全体の復興の総合調整を図る当たる立場から我々が取り組んでいるということです。それから基本方針の取り扱いについても、これは復興庁全体で政策として決めていますから、これは最終的には当然事務方と議論しながら、それは復興庁の判断ですから、私の判断でお示しをしているということであります。特にないようであれば、すみません、まだ時間あるので、ちょっと待ってます。